今や、例えば10トン前の手取りで、稼ごうと思ったらすごい簡単です。例えばこういうことやるだけで全然そんなの稼げます。しかも今より労働日数3分の1とか4分の1で稼げます。今や、例えば14万円手取りで、稼ごうと思ったらすごい簡単です。例えば動画編集のスキル、大したことないです。これ今スマホでもできます。例えば僕がアドベンチャーレースとか、沢登りとか、そういったまあ何時間もかかる、アクティブなエクストリームなレースに出て、それ全部 GoPro で、撮ってたりとかするんですけど、 GoPro の自動編集機能まあまあ使えるんですけど、やっぱりちゃんと編集して、まあ、5分ぐらいの動画にまとめて一緒にレースに出た人たちと共有したいとか思うじゃないですか。これを例えばクラウドワークスとかに頼むと4万円とかでやってくれるとこあるんです。で、5人で4万円分け合って、やれば安いじゃないですか。1万円、いかないぐらい、8000円とかで、編集してくれるわけですよ。そしたらみんなで8000円出し合ってかっこいいビデオ作ってもらいたいよねって言って発注するとちゃんとやってくれるんです。でも何時間かかけてその人はまあ4万円とかもらえれば、これ例えば5回やったら、5本、 1ヶ月に5本やったら、もうそれだけで、手取り多分14万円超えますよね。動画編集のスキルって大したことないです。なんかみんなそんなのできっこないみたいに思ってるけど、今オンラインで教材ありますから、昔みたいにこれ難しくもないし、ノウハウは全部 YouTube でタダで見れるんで、動画編集のノウハウなんかそれで覚えりゃいいんです。これも情報が民主化したおかげなんです。昔はすっごい高い、動画編集の本を見て、でも本だと実際にこうどういう風にして動かしてるのわかんないから、結局学校に習いに行かないと理解力のない人はできなかったりとかしたわけですよね。で、動画編集のためのパソコンソフトとかも1本10万円とか20万円して、パソコンも50万円するとか、そういうのもザラでしたけど、今スマホでできますからね。で、それを知ってて、クラウドワークスを知ってて、そういう発注が来ることを知ってた、例えばこれも本当にごくごく一例ですけど、もっと簡単な仕事たくさんあります。ウェブページを1枚、ペライチのウェブページ1枚作るだけで1万5000円とか2万円みたいな仕事いっぱいあります。そんなのたくさんあります。誰でもできそうな仕事で、例えばなんか、どっかの講演会の書き起こしとかね。これ書き起こしも今や Google とかの自動音声をこう認識するソフトウェア使うと、だいたいアラ翻訳それでできちゃうんですよ。アラ翻訳とか、アラ書き起こしね。で、それの手入法を直したりとかするのも構成のソフトがあるんです。ジャストライトってソフトがあって、それで構成して、あとは自分でもう一回読んでみて、おかしいところがないかどうかチェックする。これだけで1万円とか2万円もらえる仕事がザラにあります。例えば、もういろんな在宅でできるすげえ簡単な仕事、僕3つあげましたけど、もう山のようにあります。例えばこういうことやるだけで、全然そんなの稼げます。しかも今よりも労働日数、3分の1とか4分の1で多分稼げると思います。つまり年収上げようと思ったらいくらでも上げられる可能性があるってことです。それをなんかよくわかんない会社で非正規で派遣とかで搾取されてみたいなことをしか知らないお前が悪いっていう話なんです。